はい、じゃあそれではよろしくお願いします。それでは、Introduction to Vim 8.0 ということで、ケータ方が、発表いたします。はい、まず私ですけど、ケータ方、Twitter、GitHub で、このようなアカウントを使っています。最近やってる内容としては、オニグモのメンテナー、こちらは Ruby2.0 以降の、正規表現エンジンとなっています。あとは、日本で、最も、アクティブな Vim コントリビューターとして、頑張っています。はい、今日の発表の内容ですけど、まずは、Vim 8.0 の新機能の紹介をいたします。続いて、Vim の、歴史を紹介して、あとは、日本人がどのように Vim に、貢献しているかということについて説明したいと思います。はい、ということで、Vim 8.0 が、9月12日にリリースされました。おめでとうございます。はい、今回のリリースですけど、前回のマイナーリリース 7.4 から3年、さらに前回のメジャーリリース 7.0 から10年という節目のリリースとなっています。今回の 7.4 です。今回の 8.0 ですけど、7.0 からなんとパッチが2300以上取り込まれて、パッチを提供した人々もなんと200人近くという、非常に大掛かりな、リリースとなっています。はい、それでは、ここから Vim 8.0 の、新機能をざっと、紹介していきたいと思います。ここでは、ここの、新機能について詳細を説明することはしませんけど、大体このような感じになっておりまして、まず、Vim スクリプトの、拡張として、非同期 IO、チャンネル、ジョブ、タイマーといったもの、また、部分適用、ラムダ、クロージャー、64ビット整数、ウィンドウ ID、シンスタイルのテストといったものが追加になっています。さらに、パッケージ機能、あと、インデント付きで、行を折り返す機能、 Windows においてダイレクトライトのサポート、GTK3 のサポートといったものが追加になっています。より詳しく知りたい人は、Vim 8.0 を起動してヘルプで、ヘルプバージョン8と入力すると、詳しい内容を見ることができます。一応それぞれ、失礼しました。今回のリリースについてですけど、今見ていただいたように、ほとんどの、追加機能としては、Vim スクリプトの強化となっています。そのため、エンドユーザー向けの新機能というのは実はそれほど多くありません。そのため、ブラムは最初今回のリリースを 7.5 とする予定でいたんですけど、プラグインを使う場合、プラグインで Vim の新機能を使う場合ということを考えると、 Vim 8.0 という名前の方がユーザーに分かりやすいだろうということで、最終的に今回のリリースは 8.0 という形になりました。一応それぞれの
新機能について軽く見ていきます。まずはチャンネル、非同期 IO ですね。今回の追加機能により、Vim は、バックグラウンドで他のプロセスと、メッセージをやり取りすることができるようになりました。メッセージをサーバーに送り、その結果を非同期的に受け取ることができるようになります。メッセージの通信についてはソケットや標準入出力を使っています。データの形式としては JSON や行単位でのデータのやり取り、また生のデータをやり取りするという3種類の機能が用意されています。詳しくはヘルプのチャンネルデモというところで見ることができます。続いてジョブとタイマーです。Vim は、ジョブを起動して、ジョブと、通信を行い、そして、止めるという、ジョブの管理をするようなことができるようになりました。で、ジョブは、先ほどの説明したチャンネルを使って、Vim と通信をやり取りするようになっています。詳しくはジョブスタートを見てください。また、Vim は今回タイマーも追加されておりまして、ワンショットタイマーや、周期的タイマーを実行することもできるようになっています。続きましてパーシャル、ラムダ、クロージャーです。こちらは、Vim の関数に関する拡張機能となっておりまして、今までも Vim では関数参照というものを扱うことができましたけど、今回関数参照に対しディレクトリ、違いますね、辞書や引数を結びつけることができるようになりました。で、これはパーシャル、あるいは部分適用と言われる機能です。で、こちらの機能としましては、タイマーや他のコールバックファンクションなどと組み合わせる場合に便利な機能となっています。続いてラムダですけど、関数を簡単に定義することができる機能で、構文としてはここに書いたようにブレースでくくって引数の後に矢印で式を書くという形式になっています。こちらの機能は例えばフィルター関数とかマップ関数で使うと便利な機能です。こちらの機能に関しましては松本さん、マッツンさんおよび、VimJP のメンバーと、私が、実装を行いました。こちらに関しては、ヘルプのラムダやクロージャーを、参照してください。続いて、64ビット製、ナンバーです。今まで Vim は整数型として32ビット整数を扱うようになっていましたけど、今回からほとんどの環境において64ビット変数を使うようになりました。おそらくファイルサイズやタイムスタンプとか非常に大きい値を扱うときに便利になると思います。こちらのパッチもマッツンさんと私によって作られました。続いて WindowID です。こちら今まで Vim では Window を認識するのに Window 番号というものを使っていたんですけど、こちらの Window 番号ですけど
ウィンドウを開いたり閉じたり、あるいは移動した場合によって番号が変わってしまうという、動作になっていました。でこれが、ビームスクリプトとかで扱う場合に非常に面倒だということで、今回新たに、1位の ID というものを、使えるようになりました。おそらく、プラグインを書いているような人たちには、非常に便利な機能になるかもしれません、はい。続いて、新スタイルのテストです。これは、主に Vim の、開発者に対する機能です。今まで、Vim のテストっていうのは非常に書くのが難しい、書くのも読むのも非常に難しいというものでした。で今回 Vim8 では、アサート関数や、テストのためのフレームワークというものが追加になって、テストが非常に非常にと言っていいか、以前に比べると非常に楽に書けるようになりました。で、もし、Vim に対してパッチを、書くような場合、ぜひこの、新スタイルのテストを使って書くようにしてください。続いて、パッケージ機能です。今回、Vim には、プラグインの、管理機能、最小限と言っていいと思いますけど、プラグインの管理機能が追加されました。この機能としましては、プラグインの例えば ZIP ファイルとかを、ダウンロードしてきて、それをパッケージ用のディレクトリに、回答すると、Vim は自動でそれをロードすることができる、あるいは、要求に応じてロードするようなことができるというもので、今まで、パソジェンを使っていたような人には、ちょうど置き換えになるような機能だと考えられます。ただ、あくまでも、最低限の機能でして、もしこれを、GitHub とかから、プラグインを取ってきて使いたいというような人は、今まで通りバンドルとかネオバンドル、ビームプラグといった、今までのプラグインを使う、プラグインマネージャーを使うことになるのではないかと思います。はい、続いて、ブレイクインテント機能です。こちらですけど、3年前私がこの場で発表した資料から持ってきたものですけど、上と下を見比べていただければ分かるように、下のブレイクインデントをオンにすると、長い行を折り返したときにインデント付きで折り返せるという機能になっています。これによってプログラムなどが見やすくなるという機能ですけど、こちらの機能ですけど、なんとパッチが最初に書かれたのは2004年という12年も前の話です。これが実際にマージされたのが、確か2014年とかなので、10年マージされるのにかかったという、パッチ自体が大掛かりというのもありましたけど、他にもいくつか問題があって、コーディングスタイルが Vim のコーディングスタイルに合ってなかったとか、あとはテストがなかったとか、そういうことがあって、マージされるのに10年もかかったというものです。これから言えるのは、テストを書くのは非常に重要だという話ですね。はい、続いて、ダイレクトライトです。Windows において、テキストレンダリングが、良くなると、レンダリングの品質が上がったり、あとは、多言語対応が、ちょっと改善されたりという、利点があります。
こちらは、村岡太郎さん、コロンさんと、私によって分かれました。まあ、詳しくはコロンさんのブログにも書いてあります。で、まあ、まだこのパッチ、トゥードゥが残ってまして、非常に大きなトゥードゥなんですけど、ダイレクト 2D を使うという課題が残っています。こちら従来の GDI という機能の上に、互換モードを使って載せるっていう形で実行しているために、動作が遅いというのと、あとはカラー絵文字が出ないという、そういう課題があります。まあ、今後の課題ですね。はい。あとは DTK さんのサポートということで、ちょっと私はこちらの方はあまりよく分かってませんが、実際のところ、まあ、GTK2 とほぼ同じように使えると、まあ、環境によっては、速度向上も見込めるというような感じになっています。こちら、栗山和信さんによって書かれています。おそらく日本人だとは思うんですけど、ちょっとあまり VIMJP には出てこられない方なので、ちょっとよく分かりません。はい。では、続いて VIM の、ヒストリーということで、ちょっと字が小さいですけど、ざっとメジャーバージョンを中心に並べてみました。最初のリリースが91年の11月2日、ちょうど25年前と。で、ここにあるように順次いろいろ機能が足されて、まあ、例えば我々にとって大きな影響があったと思われるのが 6.0 のマルチランゲージ対応とか、あとは 7.0 は非常に大きいリリースだったようで、いろいろとスペルチェック、コード保管、タブページなどなど、いろんな機能が追加になってますね。で、 7.0 から今回の 8.0 まで10年と、はい、このような感じになっています。こちらなんですけど、一応資料としては英語版のウィキペディアから持ってきたものです。で、実は、VIMFAQ っていうものがあるんですけど、ちょっとそちらの資料とは一部日付が違ってるものがあって、ちょっとどちらが正しいのかまでは今回調査できませんでした。はい。で、こちら、VIM の、コミットグラフをちょっと GitHub から持ってきました。GitHub で参照できるものとしては、まあ、2005年あたりからなんですけど、まあ、7.0 から始まって 7.1、7.3、7.4、8.0 と、なんか3年ごとに、だいたい3年ごとに大きなコミットの波が来てて、そうなると次の 8.1 のリリースはまた3年後ぐらいになるのかなと勝手に予想していたりします。はい。ついでに、今までのパッチ番号、最近のものをちょっと並べてみました。VIM 7.0 は最後のパッチ番号は240ちょっと、 7.1 が330、 7.2 が440ちょっとと。で、 7.3、これかなりの人が驚いたと思いますけど、今までずっと VIM のパッチ番号っていうのは3桁だったんですけど、初めて4桁になったと。まあ、この原因としては、新機能の、新正規表現エンジンと、これがなかなか安定しなくてパッチ番号が伸びたというのがありました。で、まあ4桁になったんで 7.4 からは最初から4桁でいくのかなと思ったら
今まで通り3桁から始まって途中でまた4桁に突入という形になって、で今回はなんと2367、非常に、パッチの数が多くなりまして、まあこれに関しては今回の新機能である、ジョブとかチャンネルといった周りで結構、パッチが増えました。で、今 8.0 60と書きましたけど、今朝の最新で62くらいが出てましたね。はい、でもう一つこんなものを作ってみました。Vim の、パッチを書いてる人、誰がどのくらい書いてるかと。で、一番が、まあ本当の一番はここに書いてないあのブラム本人なんですけど、まあそれ以外としては、パッチ210個のクリスティアン・ブラバントさん、ドイツの方ですね。2番目が私ですね。3番目、東さん。4番目、マッツンさん。5番目がフランスの方ですね。ドミニク・ペレさんですかね。6番、ちょっとこれはなかなか何と読むのかよく分かりませんっていうのと、あとどこの国かちょっとよく分かりませんが、イエガッパンさんですかね。まあはい、あと7番栗山和信さん、8番マイクさん、9番 ZYX さん、10番尾崎さんというような感じで、これ見ていただくとよくわかりますけど、実はかなり日本人が多いという状況ですね。はい、ということで、パッチ7.4 において、これ総計で200人近くの人が、パッチを書いていて、まあ、日本を含めていろんな世界の人がパッチを、出しています。ということで、ここからはちょっと、Vim に対して日本人がどのように貢献しているかというのをちょっと、見ていきたいと思います。まあ、ここでやっぱり非常に大きな役割を果たしているのが VimJP ですね。非常に多くのパッチや、バグレポートが、まあ、VimJP を通じて、VimDev、まあ、Vim 本体の開発コミ、開発メーリングリストですねに対して、投げられています。はい、VimJP とは何か、まあ、VimJP は、まあ、メインが主に、日本人ビマーに対するのためのコミュニティで、日本語に関するあるいは日本に関する、全てのビム情報を集めることを目的とした、コミュニティです。でこちら5年前に、活動を開始しまして、オフィシャルのウェブサイトはこんな感じと、あとは、GitHub のイシューを使った、イシュートラッキングシステムで、こちらでは Vim 自体の問題を話し合ったり、新しいパッチを作ったりレビューしたりといったことを行っています。また毎週土曜日の、23時からリーディングビム RC というビム RC 読書会というものも行っています。で、VimJP の今までの成果としては、ここに書いたようなものがありまして、VimJP が始まる前2011年っていうのは、6人の日本人から19個のパッチがVim 本体にマージされていました。で、VimJP が始まった1年目2012年は9人から59個のパッチが出されていました。こちらのデータはまたコロンさんの以前の
スライドから持ってきたデータですけど、でその後ですけど、Vim 4.0 が出てからどれだけのパッチがあったかというと、まあ560個、だいたい560個のパッチ、およそ25人の日本人という状況で、まあ1年あたりにすると186個のパッチと、あ、まあただし、まあ、ここに含み、ここの人数っていうのは、BIMJP のメンバーではない人も含んではいますけど、だいたいこのような形となっていて、まあこれで2011年と、比べるとなんと5年で10倍のパッチと、これはかなりすごい数だなと思っていますね。はい。で、まあ最初にもちょっと説明しましたけど、まあ、BIMJP のメンバーが関わったパッチとしてはこのようなものがありますね。まあチャンネルとジョブタイマーの Windows 対応とか、あとはラムダ、クロージャー、64ビット整数、ダイレクトライト、まあそれ以外にも、たくさんの、バグフィックス、まあ特に日本語とか、マルチバイトに関する修正とかといった、パッチが今まで、提供されて本体にマージされています。あとは、最近の出来事として、Vim の、リポジトリが GitHub に移ったという出来事がありました。で、まあ、これに関しても VimJP がある程度影響を与えてきたのではないかというように考えていまして、まあ、こちらに関してはこちらもコロンさんの去年のスライドに関しに、詳しく載っています。でこちらですけど、 VimJP としては他さらに、まあ、今まで、VimCI という CI プロジェクトを行っていました。でこれをもとに今 Vim 本体に、TravisCI とアップベイヤーに対応というのが取り込まれて、今、Linux、Mac、Windows の CI がコミットのたびに走るというようなことになっています。さらに、Windows の、ナイトリービルドというものも今行われています。はい、でさらにこれに関しまして、テストカバレッジの状況なんですけど、1年前 Vim のカバレッジっていうのが 58% ほどで、1年経って 68% までに向上しました。でこれに関しても、まあもともと VimJP でカバーオールズというのを使った、テストカバレッジ表示というのをやっていまして、でまあそれが、Vim 本体にも取り込まれたことで、VimJP が間接的に Vim のソースコードの向上、品質向上にも貢献しているのではないかと考えています。まあ、ブラムも、コードカバレッジについて気にしていまして、まあ、最近、まあ、このカバーオールズでのコードカバレッジっていうのが、これがソースファイルが大きいとちゃんと表示できないっていう問題があって、でそれに対してブラムがソースファイルを分割するということが行われまして、でこれで無事にちゃんとカバーオールズでソースファイル結果を見ることができるというようなこともありました。はい、ということでまとめとしまして、9月に Vim 8.0 がリリースされましたが、非常に多くの、新機能が、主に Vim スクリプトに対して追加されました。で、非常に多くの人々が世界中から、貢献しています。で、日本の人々、
および VimJP もこれに非常に大きく貢献しています。ということで、VimJP は皆さんの貢献をお待ちしております。以上です。ありがとうございました。一つ二つぐらい質問ができるかと思うんですけど、質問のある方いらっしゃいますか。あ、じゃあ宇治久さん、どうも。ここ数年の高田さんが投げたパッチの中でどれが一番面白かったですか。面白かった、ね、面白い、楽しい、まあ、いろいろ主観的に。まあそうですね、今あったダイレクトライトもその一つですね。まあコロンさんは使ってないと言ってますけどまあ私は常にもうオンにして使っていますね。あとはそうですね、まあ、前回の、いや前回ではなくて3年前か、3年前でに発表したスペルチェックで日本語の、検出を除外するという、まあ、パッチ、まあ、パッチ量としてはまあ大したことないんですけど、まあ、日本語が、スペルチェックから除外されて変なエラーが出なくなったっていうことで非常にまあ便利になったっていうのがありますね。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。じゃあいらっしゃらないようならこれで、発表を終わりたいと思います。もう一度拍手お願いします。